人生初の北海道旅、とにかくうまいものを食べまくりに行きます。新千歳空港に着いたらまず無印に寄って旅用の洗顔やらを買っていきます。16時に空港に着いたのですが、お昼を食べるタイミングがなく札幌駅まで持ちそうにないので、とりあえず空港で軽くお寿司を食べていきます。1軒目はカンタロー新千歳空港店です。今回ダイエット中にもかかわらず食べ歩きの予定を入れてしまったので、ホテルについてるジムでがっつり筋トレしてから夕飯第2弾に備えます。看板がない居酒屋ゴンベ、新鮮なもつと肉刺しが食べられるお店です。刺身といっても低温で調理されているそうです。牛タンの刺身なんて初めて食べました。あっさりしてて食べやすいけどしっかり歯ごたえあって美味しいです。次に行くのは生肉ジンギスカンの味の羊が丘です。このソーセージ、肉汁ジュワーで感動するほど美味しかったです。次の日は行きたいところがいっぱいなので、レンタサイクルで札幌市内を回っていきます。Thank you.
牡蠣をその場で剥いてくれるそうなのでお願いしました。こっちレモンにした。今日はなんでスポーツウェアかというと、お昼ご飯の前に藻岩山に登りに行くからです。札幌駅から登山口まで自転車で40分くらいです。
もうスープが美味しすぎて手が止まらないです。ラーメンで胃が満たされたところで、次は札幌といえばビールですよね。ということで札幌ビール博物館に向かいます。ちょうど夏休み時期で館内ツアー予約が速攻で埋まってしまって取れなかったのですが、中の見学は全て無料で見れるので、札幌ビールの歴史を感じつつお目当てだったビールを飲みに行きたいと思います。もちろん頼むのは飲み比べセットです。800円で飲み比べができて、おつまみもついてきました。ビール飲んだ後はデザートが食べたくなるので、ミルク村にやってきました。一口目はイタリアのグラッパというブランデーです。単体で飲むと結構苦くてきつい味だったんですけど、アイスと一緒に食べると別世界。これがスコッチウイスキーのバランタイン。一番アイスと合うのはこれかも。アイスの甘さとウイスキーの香りが、アイスの濃厚さが増して感じる。すごい。3つ目がイチジクのリキュールです。他のお酒はベースがアイスなんですけど、フルーツ系のリキュールは味変するのにいいかもしれない。北海道来たら次に食べたいもの、そう、チーズです。ラクレットチーズ。
まだ食べれそうなので次は近くのお寿司に行きます。さすがにお腹いっぱいなのでこれは次の日です。八橋に来ました。はい、行きましょう。はい、ちょっとどうもー。ういっさー。ういっさー。ありがとうございます。ういっさー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 。ありがとうございます。ありがとうございます。米丸さん、行きます。はい、ではこちらもあいつでございます。あいつだ、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 ありがとうございます。はい、ちょっとお願いします。札幌最後のご飯は空港のラーメンで締めたいと思います。選んだのは白樺山荘の辛口味噌ラーメンです。豚骨スープと強めの味噌が合わさって結構濃厚だけど辛さが相まって箸が進む。
札幌以外でも結構いろんなもの食べ歩きしたけど本当に楽しかった、美味しかった。また来たい。そろそろお家に帰る時間なので、帰ってから動画の編集頑張りたいと思います。ごちそうさまです。